と。何度同じこと言わせんのよ。今ので赤ちゃんできてたらどうすんの。そんなすぐできるわけないやろ。いった。バランスよくこれらの栄養素を摂っていただくことも大切なんですが、プラスアルファの栄養素として妊娠中の方やこれから妊娠を考えられている方にとって体にいいですよというものを今日は紹介していきたいと思います。まず一つ目が葉酸です。こちらの栄養素はですね、妊娠前から妊娠初期にかけて特に摂取が進められています。サプリメント以外でも葉酸が取れるおすすめの食材の一つとしてナツメという果実がございます。ごめん、なんかあかんわ。家でよくない？外が気になって、なんか集中できへん。こんなとこ誰も通らないよ。ん？何？夏目。ずっと不妊だった友達がね、車の中でしたらできたんだって。たまたまよ。ちょっとでも可能性があるなら試したいの。だあ、私もう35だよ。まだ焦ることないやん。いやいや焦れよ、純ちゃんだってもう40過ぎてんだよ。今から子供が生まれても子供が成人するとき純ちゃんもう還暦過ぎちゃってんだからね。まあできるときはできるよ。河川敷歩いてたんですよ。うんじゃなんか、おげやおげやみたいな聞こえてきて、んで、なんか赤ちゃんみたいな。赤ちゃん埋まってたんですよ。見たことあります？あの土の中で。ないですよね。これやばいっすよね。やばい事件や思って。いや、僕もちょっとテンション上がって思って。やばないっすか？どう思います？てかまず両親がやばいっすよね。僕もね、なんかあの赤ちゃん欲しいなとかたまに思うんすけど、いやでもあの生まれたらですよ、生まれたらちゃんとしてあげたいから。僕も一人の命助けてるわけですから、なんかね、ちょっとどこ行くねん。赤ちゃんどっかに埋まってるかも。怖いこと言うなよ。もし赤ちゃん拾ったらどうする？そりゃあ警察と届けるんちゃう？そりゃそうなんだけどさ。いや育てるわけにいかんやろ。みんな無事でよかったって言うけどさ、本当によかったのかな。物心ついた時に親がいないってだけでも辛いのに、親から生き埋めにされたって知ったらどう？辛すぎない？マジで地獄でしょ。まあ生きてるだけええんちゃう。でも人目な人間に育たないよ。じゃあもう帰ろ。帰ろ。帰るで。なんで？なんで捨てる人のところにはできるのに私には赤ちゃんができないの？なんで？なんで？
ろうか。寒くなってきたし。そんな、そろそろ赤ちゃん落ちてへんて。帰ったらもう一回する？だから何度同じこと言わせんのよ。やめろ、タバコ。何回目の禁煙だよ。帰ろう。